医療従事者を優先して明日から始まる国内でのワクチン接種に関して先ほど河野大臣が会見を行っています。約4万人の医療従事者に対して明日から接種を開始いたします。この4万人のうち約2万人の医療従事者に継続的に観察日誌を記入していただいて接種の安全性についての調査を行うことになります。